M30107mm 迫撃砲、戦争小生博物館での展示砲、M30107mm 迫撃砲は、アメリカ製の方向装填式銃迫撃砲であり、口径は 107mm である。M30 迫撃砲は、M207mm 迫撃砲の口径として、開発された。朝鮮戦争中の1951年に、正式採用され、 ベトナム戦争にも投入された。M30 迫撃砲は M2 迫撃砲と同一の砲弾を使用するが、M2 迫撃砲よりも砲身が長いため射程も延伸されたほか、砲重量が M2 迫撃砲の約2倍になったため、砲撃時の安定性も向上した。定番は円形のものが採用され、砲身及び指示客とは専用のローテーターを介して接続される。これにより、 360度の全周移旋回が可能となった。しかし、この重量増加により設営や人力での運搬が困難になったため、移動時には分解した上で M416A1-14 トントレーラーに搭載し、ジープで牽引する必要がある。さらに、気候、機械化不評部隊向けに M113 走行兵員輸送車の兵員室に、 M30 迫撃砲とその砲弾を搭載した M106 自走迫撃砲も製造された。しかし、アメリカ陸軍では1990年にイスラエル製ソルタム K6120mm 迫撃砲をライセンス生産した M120-120mm 迫撃砲に更新されて退役したほか、多くの国で 120mm 迫撃砲への更新が実行内視計画されている。 初言性能砲弾、創薬、YouTube の動画、ありがとうございます。